皆さんこんにちは。日本の歌手、女優である中森明菜さん。今回は中森明菜の妹が抱える難病の正体や晩年の様子と、明菜が葬儀に出席しなかった理由について紹介します。まずは中森明菜の履歴とプロフィールから紹介します。中森明菜は、日本の歌手、女優、1980年代を代表する女性アイドル歌手であり、数多くのヒットナンバーを世に送った中森明菜さんは、1980年代の終わりから数年間だけ女優やグラビアなどで活動しました。中森明菜さんは1990年代に入る前には芸能界を引退し、その後については不明でしたが、2019年5月27日に52歳という若さで亡くなられたことが報じられました。中森明菜さんは、1988年11月に妹というイメージビデオを発表しています。この中森明菜さんのイメージビデオ妹にはセミヌードが含まれていました。そして姉の中森明菜さんはこのセミヌードに大反対したそうなのですが、姉の七光のように言われることへの反発からか、中森明菜さんはこのセミヌードの仕事を強行し、これをきっかけにそれまで仲の良かった姉妹の間に大きな亀裂が生まれたと言われています。中森明菜さんの身の妹として知られる中森明菜さんが52歳という若さで亡くなり話題になっています。ここでは中森明菜さんの芸能界時代の活躍やセミヌードのイメージビデオや写真集、結婚についてや死因の肝硬変の原因は酒の飲みすぎとの噂などについてまとめました。中森明菜さんは6人兄弟の末っ子で、1歳年上の実子は伝説的歌手の中森明菜さんです。中森明菜さんは国民的人気を得ていた姉中森明菜さんの妹として大踊り時的に売り出されましたが、すぐに引退したこともあって姉ほどの人気を獲得することはできませんでした。中森明菜さんは1990年代に入る前に芸能界から突然に姿を消し、その後の様子についてはほとんど何も分かっていません。ただ2017年の女性自身のインタビューに中森明菜さんと中森明菜さんの父の明夫さんが応じて、明菜さんがまだ結婚していないことなどを明かしています。まだ結婚しないで家に残ってる明菜の妹の明穂もね、明菜がテレビに出るんじゃないかと、歌番組があるとテレビをつけては、小泉京子ちゃんは今日も出ていたのに、なんでうちのお姉ちゃんはテレビに出ないのって言いながら毎日目を皿のようにして見ています。また2019年5月27日に中森明菜さんが亡くなっていたことが報じられた週刊誌の記事では、父親と2人暮らしだった交際相手はいなかったなどと書かれていたので、明菜さんは亡くなるまで一度も結婚はされなかった可能性が高そうです。中森明菜さんは芸能界からの引退後、公の場に姿を見せることはありませんでしたが、2019年6月に発売された写真週刊誌フラッシュが、明菜さんが同年5月27日に52歳という若さで亡くなっていたことを報じました。記事によれば、中森明菜さんの死因は肝硬変で、亡くなる2週間ほど前にはヘルニアも併発していたということでした。また父親の明夫さんによれば、中森明菜さんは2010年に交通事故に遭って右足に後遺症が残っていたことなども明かされています。そして中森明菜さんは右足の後遺症を抱えながら高齢の父親明夫さんと一緒に暮らし、その生活を支えていたのだそうです。中森明菜さんの葬儀は死去から2日後の5月29日に実家のある東京都清瀬市の葬儀場で営まれたのですが、姉の中森明菜さんは参列しなかったそうです。これは中森明菜さんが母の死去後に家族と距離を置いていたこともあり、家族からの連絡がつかなかったためだと言われています。出棺するその時にも明菜が姿を現すことはなかった。家族が明菜に知らせようとしたみたいだけど連絡が取れなかったとか、都合が悪いみたいとか言っていました。結局明菜は来なかったんです。明穂さんは姉ちゃんに会いたいと願っていたという1歳年上の姉を追うように、明穂さんが芸能界入りしたのは1987年のこと。初仕事はラジオパーソナリティだった。当時明穂さんはお姉ちゃんに負けずに頑張りますと意気込んでいた。子供の頃は仲が良かったですよ、
次女と明菜と明穂の3人はそれぞれ1歳違い、娘は4人いるんだけど3姉妹のようでした。明穂さんはデビュー後テレビドラマに出演し女優の道へ進む。上の写真は1988年朝日放送の主催で芸能人が集まったミニバイクレースに出場した明穂さんだ。すでにトップアイドルとして活躍していた明菜もその背中を押していたが、1988年に明穂さんは下着姿を披露した写真集を出版。さらにヌードで登場したビデオが発売された。一言も相談しなかったことに明菜が激怒し、二人の仲は悪化してしまう。以来姉妹の仲は暗転。その上実家や親戚との金銭トラブルが相次ぐ。溝が広がった明菜と家族を義止めていたのは母千恵子さんの存在だった。だが明菜がお母ちゃんと慕っていた千恵子さんは1995年6月に死去。千恵子さんの葬儀以後明菜は家族との連絡を一切絶ったとされている。2010年に明穂さんは交通事故に遭い右足に後遺症が残った。さらに親族の不幸も続いたという。それでも明穂さんは気丈にこう話す。明菜の一つ上の姉もこの近くに住んでいますし、食事や洗濯は自分でやってます。まあそれも気ままでいいですよ。私健康なんですよ。今医者にかかるのはせいぜい歯医者さんぐらい。家族みんなおかげさまで元気にやっておりますよ。実はその生活を支えていたのが亡くなった明穂さんだった。明穂と二人でこの家に住んでいましたから一人ぼっちになっちゃった。お葬式をやったばっかりですぐに納骨するのは寂しい。家族内でもなるべく骨は置いておこうよって話しています。絶縁から24年、かつては手を取り合った妹明穂さんの葬儀に姿を見せなかった明菜の心境を長年彼女を取材する芸能リポーターの白石貴之氏は考察する。明菜が明穂さんの死を知れば自分より若くして亡くなったことに強いショックを受けるはず。しかし溝は深く、どうしても家族と顔を合わせたくないのでしょう。きっと一人で悲しみ落ち込むのでしょうね。最後に明穂さんは明菜への思いをこう語った。ぜひ来てほしいと明菜に伝えてください。お姉ちゃんたちも会いたがっています。明穂の最後がこういう状態だったということは明菜に伝えておきたいですから。父の明穂さんによれば中森明穂さんは病床でも明菜さんに会いたいと言っていたそうなのですが、何らかの事情により姉妹が再会することは叶わなかったようです。中森明穂さんの死因は肝硬変と発表されましたが、肝硬変は酒の飲み過ぎが原因でなる場合が多いということがよく知られています。そのため中森明穂さんも酒の飲み過ぎによって肝硬変を患ったのではないかという噂も出ているようです。週刊実話も中森明穂さんが酒好きだったことに触れています。肝硬変だったそうです。明菜自身も一時酒浸りだったこともありましたが、明穂さんも相当の酒好きだったようです。かつてはタレントとして活動していた時期もありましたが、引退宣言もなくリタイア、ここ何年も病院通いだったことは分かっています。交際相手もいなかったみたいです。実は中森明穂さんはまだ芸能活動をしていた1987年1月19日に自炊をしているのですが、この自炊の原因となったが酒だったようです。かなり過去の話になりますが、こうしたエピソードから中森明穂さんには酒にだらしないところがあったのではないかとのイメージがありました。これもまた酒を飲みすぎた結果肝硬変を患い若くして亡くなったのではないかという噂につながったのかもしれません。また父親と二人暮らしだったという中森明穂さんでしたが、実は父親との確執も噂されており、これが深酒につながったとの噂もあるのです。というのも中森明穂さんは母親が重病になった時にその介護に忙殺されてしまったのですが、そんな時に父は姉の中森明菜さんは芸能界で売れて稼いで親孝行をしてくれているのに、妹の明穂さんは親孝行をしないと文句を言い、時に暴力も振るっていたというゴシップネタが週刊誌に書かれたことがあったのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。